はい、というわけで今回もやっていきたいと思います。はい、ようやく人体模型のパーツが揃ってね、はいはい、あの何かが起きるところですね。はい、はい、じゃあそれじゃあ理科室まで移動していきたいと思います。はい、じゃあサクッとね、またね、はいはいはい、来ちゃうからね、しきこさんが。そう、すぐなるから。うん、ババ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 っと、はいはいはい、はい、来た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 。いやもうね、もう俺慣れてきたからね。ほう、行けるかい。ほらほら、はいぞはいぞはいぞはい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 、ドーン。ほらほら慣れた、ほら慣れたもんだ、ほら慣れたもんだ。あ、なんで3つ目に、うわ来た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 、忘れた頃にやってくるこいつら。え、3つ目にセーブした理由ですか？うん、それはもしかしたらさっきのパートの音声が入っていないかもしれないから、セーブを別撮りにするっていう、ね、なるほどね、手法を取ったんですよ。ほう、間違ってますか？行きましょう。いいですよね。はい、4組行けばいいのかな。4組さっきのところじゃないかな、違ったっけ。いや、4組行けばいいのかなと思うんだ。4組ってしきこさんいるところじゃなかったっけ。いや、あっちへ戻って理解室、壁伸びたところ行くから。あ、そっか、しきこさんってあれでしょ、あの、壁の人でしょ。そうそうそう、うん、壁の人のところに戻ればいいんだよ。あ、そっかそっか、そっから向こう行くんだもんね。そうそうそう、壁伸びて。そっか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 、うん、まあ、3つ並んだな、うん、各辺見たくなって。サチサチサチ、どどどどどど、もう慣れてきたね、こいつらもね。慣れてきた、慣れてきた、慣れてきた、慣れてきた。肺が未入手、あの、バケツの水を投げてないから。あー、そっか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 、水道で投げてくださいって言ったら、汚くてもいいよね。うん、もう先に拾っちゃったからね。うん、うん、もう分かったから。いや、あのね、連打してるとね、まだ覗いちゃうんだよね。そういうトラップなんだよね。しきこさん、来た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 、キジマさん、キジマさんめっちゃ強いなんだよね。不細工になっちゃったんじゃないの、うん、だからあのカーテンの向こうでちょっとね、地雷扱いされてる。あ、そっか、あ、顔は見せちゃいけないよと。そう、声だけ。はい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 。さっきロッカー取ったから。あ、でも理科準備室が水道って書いてあるね。そうだね。まっすぐ行って左だな。理科室、理科室。はいはいはい。これで右だね。そうだね。いや、まっすぐだべ。まっすぐ？うん、理科室行けばいいでしょ。理科準備室じゃなくて。あれ、水道って理科室だったっけ？の方にあったと思う。あ、そうだ、これだ。これでしょ？そうだ。はい、ジャーして、ジャー、はい、ジャーしましょう。水を捨てましょう。はい、水切って、水切りして、ジャバーと、うわ、切ったね。紫色の灰。人体模型のパーツかな、すごい色してるな。持っていこう。灰のパーツを手に入れた。やったね、やったね。さあ、取り付けましょう、早速。よしよしよし、このパーツははめればいいのかな。よし、はめるぞ。はい、はめましょう。セッティング完了。あ、あ、なんか顔なしみたいな。パーツを集めてくれたのか。俺の名前は平田隆。隆。隆。隆こいつか。こいつか、イケメン隆。この学校に殺された生徒って言ってるけど、お前全く見た目が生徒じゃないぞ。そうだぞ。確か、手紙見たぞ。殺された後、人体模型に憑依して怨霊にならずに済んだんだ。おぉ。あなたが、平田隆さん？書き置きに書いてあった。うん、手紙読んだぞ、隆。書き置きが役に立ったのか。よかった。いいかい？よく聞いてくれ。やだな、生徒だったのにさ、憑依したらハゲになってんだぜ。ハゲは嫌だな。この学校では怨霊の力で死と4の意味が入れ替えられているんだ。おう、なんとなく気づいていいよ。4は死ぬの意味に、死はただの数字の意味に置き換えられている。はい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 、うん、意味はわかるかい。はいはいはい、分かってよ、うん、逆なんだろ。うん、死と死の入れ替わったクラス、1年仕組み、ああ、なるほどね、を探すんだ。はい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 、きっとその先は出口に繋がっているはずだ。まあ、クリアが近づいてきました。4組はダメなんだよね、要するに。じゃあ
はいはいはい。どうして1年、まあ、4組、まあ、仕組みが出口だって分かるの、うん、俺読んじゃったね。あ、俺だね。4と4が入れ替わるルールは何かを隠すために作られたと気づいたんだ。ほう。事実、1年仕組みは存在し、その先には確かに出口があったんだ。ほう。だが、俺は村岡式校を探しに引き返したんだ。そして殺された。紫式子さんは、紫式子じゃない、村岡式子、村岡式子、村岡、うん、それ紫式部だね、式部みたいな名前じゃない。村岡さんはさ、でもさ1年4組いたよね。あれで、あそこは1年4組、数字は逆なんだよね。うん、あそこはダメなんだ、ダメなんじゃないかな、やっぱり。あの人いい人だと思ってたけど、うん、実は良くない、良くない人なんじゃないか、もしかしたら。さ、そんな、かわいそう。なんか唐突にロリ入ったな。あなたはこれからどうするの。いや、置いてくしかないよね。俺も村岡式子と同じで死んでいるんだ。君たちの世界にはもう帰れない。いや、そうだよ、だって、うん、お前こっちの現代に戻ってきたって居場所ねえよ、喋る人体模型で。怖いだけだわ。燃やされて終わるわ。当たり前だった。次の日は生きている君たちにしか訪れないんだ。ああそうだ。あなたは村岡式子さんのことを知ってるの。うん、探し戻ったって言ってるからね。うん、村岡式子は教室でも目立たないおとなしい女子だった。クラスでも浮いた存在だったんだが、いつの間にかあの音量と入れ替わっていたんだ。ほう。音量と入れ替わった。なんか深い話になってきたぞ。俺のことは置いて早く行ってくれ。いいな、忘れるな。死の道を選ぶんだ。死の道を選びましょう。君だけでも生きて帰るんだ。そしてこの学校や音量のことは忘れるんだ。綺麗、うん、さっぱり忘れましょう。無理だよね、忘れんの。こんだけインパクトあるって。1年4かっこ4。とりあえず5組に行こうか。これで村岡さんがいたのは1年4組だったはず。そうだよね、うん、とりあえずそこに行けばいい、ね、あの教室に何かあるのかも。じゃあそこまで戻りましょうか。矢印はね、左。いや、あれね、もうね、あのマーカーがね、ちょっと騙されるんで。違うんだ、違うんだ、こっちだ。はい、はいはいはい、ここですよ、ここですよ。はい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 。まあ1年4組の組とかね。そうだね。まあサクッとここは回避しつつ、うん、来た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 、はい、サクッと回避しつつ、はい来た来た、はい、決定だ。いまだにズワッとくるぜ。俺慣れてきた、慣れてきた。あ、ほんと。うん、あの、もしかしたらさ、あの、おーいーと、慣れてないじゃん、俺。忘れた。慣れてないじゃん、俺。あの、式子さんの壁の先に1年仕組みがあるんじゃないのかな、もしかして。なるほど。ビクラさん、こっち。もう、板挟みだね。村岡さん、めっちゃ励ましてくれたからな。唯一の癒しキャラとか言ってたからな。あれ、ここにいたよね。おーい、やっぱりそうだ。あれ、村岡さん、こんな引きとなかったはず。村岡さん、どこへ行っちゃったの。はい、っていうところで、まあ、1年仕組みに行くときに行くと、ね、次のパートでいよいよこの教室に突入して、まあ、エンディングまで行けるかな、次で。そろそろクライマックスかなと思ってるんだよ。だって、1、2、3、4話、5話ぐらいまであるから、うん、こんなに一応長いと思わなかったから、そうだね、まあ、終わるでしょう、うん、とりあえず。というわけで、まあ、次回クライマックスだと願いつつ、はいはいはい、またお会いしましょう、次のパートで。はい、それじゃあまた。またというわけで、はい、また続きをやっていきたいと思います。裏1個、はい、続きをやっていきたいと思います。はい、いよいよね、1年仕組みの中に入りたいと思います。クライマックスです。村岡さんが果たして敵なのか味方なのかっていうところがね、僕はちょっと気になってるところですけども、ね、はい、それじゃあやっていきたいと思います。また奴が現れるから、ここはもうさささささっといきましょう。ささっとね。
うわー、机いっぱい、調べるのいっぱい。虫か、虫か。おー、あー、もうこれ虫だ、これ虫だ。おー、時間稼ぎの机か。誘導されて、誘導されて。あー、来た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 。ほら、あれ、死なない死なない。うーん、危ない危ない危ない。なんて耐久力だ。もう声がもう長いんだよね、あの余韻が。余韻が。はい、来た来た来た、入れたよ。おい、一年仕組みですね、こちらが。ついた、一年仕組み。ここに出口があるの？ほうほうほう。机の中に何か入ってる。いいな、忘れるな。死の道を選んで進むんだ。平岡隆さんですね。平岡隆さんですね。平田隆ね。平田隆さんですね。失礼いたしました。大丈夫か？大丈夫だ。大丈夫だ。いや、全然大丈夫そうに見えねえんだ。こっちな。こっちね。長いね。長いね。あれ、音がギシギシしてるね。ギシ。死の道。え、これ本当？イエーイ、クリアだ。え、雰囲気が違う。なんか、え、なんか真っ暗になっちゃった。雰囲気が違う。これ本当合ってる？大丈夫？これ大丈夫？雰囲気が違う。なんかがいるよ。え、これで合ってる？大丈夫？道がなくなってる。なんかある。電球じゃない？これ。ちゃう？ちゃうでしょ。なんか光が見えるよ。白色電球でしょ。ほら。電球か。あ、失礼。え、本当にこれ大丈夫？ちょっと待って、俺ここちょっと怖いぞ。うん、これ大丈夫か？これ違う気がするな。あ、でも。元の教室の。来た。あの音の形って。来た。脱出！ほんと？連打して通されるよ。お、おい。いや、でもね、このやり方で俺は前回やられたからね。前回ね、すごいね。そうだ。驚かされたからね。そうだ、気をつけよう。振り向いたらいるっていうのはね、もう分かってるから。帰ってこれたの？まだよ、三倉さん。まだなんだよ。その声は、村岡さん？いるもん、いるもん。後ろ向いてみましょう。いない。いるもん、いるもん。絶対いるわ、これ。もう背後霊だわ。お前、あそこから動けないって言ってたよなってね。うん。いや、だからあいつ、偽物か？さあ、来た、さあ、来た。うわ、こうこうこう、歌入ってる。いっぱいいる、いっぱいいる。ゴー、ゴー、突っ切れ、行け。いっぱいいる。行け行け行け。うわー！見ちゃダメだったんだ、見たら。あ、見ちゃダメだったんだ。いや、左向いたの。向いたの？行けって言ったでしょ、さっき。そのまま行け、行けって言ったでしょ。ごめん。びっくりしたね、今ね。俺はね、よくわかんないからね、見てるだけだったんだわ。うん、左ピッて押したら、もうすぐわーって来たから、うん、びっくりした。え、どっからだ？続きから。はい、ちょっと手前だったので、戻ってきましたよ、新しいのが、もう一度。いやー。ここはね、まあ、前回ほどね、うん、なんか、変な形で死んで、またこっから、みたいなのなかったからよかったけどね。初ゲームオーバーがここだからね。うん。じゃあ、さっきの道はもう猛ダッシュで行こうと思います。いや、敵なんのか、村岡さん。わからないよ。もう猛ダッシュで行きましょう。ここはもう見ない。どっちも見ない。レッツゴー、レッツゴー。いやー、すげえびっくりしたな、今。おい、言い過ぎなんだよね。ダッシュ。うわー、めっちゃいるわー。いけ。いや、押しすぎたら、先にいるっていうか、もう気持ち悪い。いけ押しすぎて奥にいて、それもしボタン押しちゃったら死んじゃうから、その押しすぎは良くないと思うんだよ。ほう、長いぞ。いや、長い。終わんねえ。終わった。階段。いけ。ここでよ。よし。終わった。そして、クリアだよ、これは。これはクリアだよ。ああ、もう夕焼けが。私、しきこさんの、怪異から逃れることができた。最後はシリアスでもいいんですよ。学校で、しきこさんは私のことを諦め、
他の生徒にターゲットを移すのだろう。別にシリアスじゃないけどね、うん、その読み方をね。といったところで、わかった。これで、三倉さんパートが終わったっていうことかな。まあ、ようやくね。うん、あの、続き、また田脇さん、うん。闇の木造校舎で死んだ木島さん。木島さん、ブスだったな。学校のみんな、大人たちも、木島さんはプチ家出したのだと噂していた。いや、まあ確かにね、あの、クラスのね、あの、すごい、不細工な女子がいたとしてね、うん、夏休み明けて、うん、いきなりめっちゃ髪染めてきたら、え、どうしたのって。なるそうだそうだ。え、どうしたのって。デビューしたの。デビューしたね。ってなるよね。それはデビューしたってなるね。ってなるもんね。なるなる。木島さんと私に起きた出来事なんて、誰にも分かるはずがなかった。木島さん、もう戻ってこれないんだな。うん、かわいそうだな。そして私は、学校へ行けなくなった。あらららららら。顔が地獄のチャイム。N 恐怖。そして、エンド視界の隅にはいつも四季子さんがいて。あらー。映るようになっちゃったのね。私と目が合うのを待っているから。怖い。おっとっと。私を助けてくれた村岡四季子さんと平田隆さん、そして死んでしまった木島さん、みんなのことを思うと胸が苦しくなった。どう読んでいいか最後分かんなくなっちゃうね。でもちっぽけな私にできることなんて。お任せしますよ。ある。あるの。あるの。あるの。まさかの展開だってあるって言った瞬間、玉木さんこっち来るって言って目合わせようとしてくるから、ちっぽけなことなんてあるの瞬間にこっちキュッて見てくるから、はっ。ってあるんだって。あるんだって。あった。無力な私にもできることが。どうすんの。書き込むんだ、掲示板。あ、そうだ、このアイテム使わなかったもんね。そうだそうだそうだ。 www.uramikko.com。 はい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 。新しいスレッドを立てる。伝えなきゃ。でもなんかあれだよね、スレのね、スレッドのタイトルが基本的に階段だけなんでね。確かに。いじめのことに対してもそうだね。なんだけど。そうだね。みんなに伝えなきゃ。いや、なんかね、あの、しきこさんのこと。ヘッドホンからね、はーって聞こえるんだよね。うん、みんなの近くに危険が迫っていることを。どういうこと？なんかこれやられたんじゃない？これもしかしたら。え？誰に？実はもうやられてたんじゃない？誰かに。終わったよね。もうここまで出ちゃったら。うん、主題歌、暮れの音。作詞、カオル。作曲、編曲。ボーカル、遊女。やべ、読めない。センティビ。うん、センティブ、センティブ。センティブさんですかね。吉田さん、ね。おっしゃった。はいはいはい。ありがとうございましたってね。ああ、終わったー、はい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 。第1話、第1話でこの濃度、密度。なかなかね、まあ、すごいな。次回作っていうか、まっすぐできるんだけど、そっちが気になるところではあるね。そして。赤文字になった。三倉幸の掲示板への書き込みによって、四季子さん、その犠牲者は増殖していく。あれ？なんで？やっぱり死んだんじゃないと最後途中で。第2話へ続く。第2話やんないところ分かんないってやつ。そうだね。お前は誰だ。これ誰。三倉さんじゃない。三倉さん、この顔になっちゃった、もしかしたら。おいおいおい、エンタおっしゃる。なんかシュッシュッてきたから。はい、といったところでね、あ、クリアしましたね。じゃあ次回は第2部、今回はやっていきたいと思いましょうか。
だまあ第2部やっていきたいと思いましょうか。間違えましたね。もうやんのこのパートで、違うでしょ。そうですね。とりあえずね、第1話の方終わりましてですね、今回ずっと投資で僕プレイヤーやらせてもらったんですけどね、読み手の方玉木さんにやってもらいましたけど、次第2話の方はですね、プレイヤーの方を玉木さんで変えて、はい、で読み手の方をね僕の方でやっていきたいなと思います。で最後謎の残る終わり方をしたので、第2話でそう今三倉さんは結局どうなってしまったのか、で新しい犠牲者が出るってことはまだ解決がしていないっていうことに関してね、第2話でどれだけ紐解かれていくのかっていうところがすごい気になるところがありますけど、まあ楽しみだね。どうでした皆さん、玉木さんのロリボイス気持ちよかったでしょう。すごい僕横でずっと聞いてて、ずっと気持ち悪くて、この後ね、晩ご飯食べようかなとかって思ってるんですけどね、もうご飯食べれないぐらいね、気持ち悪い。いやいや、やめて、やめて。そもそもだけど、すごいパートが何個も分かれて、うん、長い動画になっちゃったと思うの、この第1話だけで。そうだね、そうだね。で、その理由何かなってプレイしながらずっと考えてたんだけど、あ、これ玉木さんのこの読み方が、このね、なんつうの、佐藤珠緒みたいな、変ななんつうの、ぶりっこロリボイスみたいので、すごいゆっくり読むから、いやだって長いんじゃねえって思って。だってさ、ちょっと想像した時にさ、うん、勉強できる子、真面目な子、うん、であんまりおとなしい子、うん、なんかそんな感じなイメージ感じね、喋り方とかも。でも、おとなしい感じの。いや、めっちゃこびてたよね。いや、そうだっけ、こびてたよね。いやいや違うでしょ、これでしょ、なんかもう一人でそんな、なんかクックーって感じの、クックーって何そんな感じの、なんかフワーっとした感じの子のイメージだったので、もうそれで行かせていただきました、うん、最初でどんな子か分かんなかったんでね、いろんな感じで喋ってみたんだけど、うん、まあ一本統一してってことなので、統一してガッと、キャラがさ、すごかったからもうちょい統一してほしいよね。まず次回は、言いましたけど、次回は変わるのでね、またね、うん、今度サクサク言ってくれるのかなと思います、うん、結局この立ってるこの女の子は四季子さんなのか三倉さんなのかね、うん、まあそれがや最後まで進めていくと分かってくるのかなと。そうなんだよ。でこれやろうと思った時にね、裏シナリオがダウンロード開始しましたみたいなったのでね、まあそれも最後、一番最後にやっていこうかなと、うん、すげえゲームなんだ。長いね、この恨みっこは。そうだね、うん、いや、おさくっと終わると思った、ワンやってた時あれで。じゃあそんなものでね、で今回は短いんですがクリアということで、次回第2話の方をねやっていきたいと思います。ではまた第2話でお会いしましょう。はい、それじゃあ。